片岡です。うん、はい、今日は皆様に緊急告知がございます。どうこの入り方、告知どうやって言いましょうか。いや、どうやって言いましょうかじゃないよ。どうやって言いましょうかじゃなくてさ、え、2月にあるわけでしょ。2月の15日の土曜日なんですけど、うん、場所が、場所はレッツゴルフ銀座、はい、こね、2月15日土曜日、あ、夜やるのこれ。夜7時から9時の間、ついに小暮が動き出すってことだよね。ちょっとあのキャディだけじゃなくて、でオフ、まあオフ、今オフじゃないですか。あの、まあ、ゴルフにオフはないんだけど、ね、オフないですけど試合がないっていう、うん、だからそれでちょっとやってみようかなと、まあそうだね、最初に一回ちょっとどういうもんか、まあ、できればね、あのグリップをね入れるところとかね、まあそのクラフトに関する話をねしますんでってことだよね。これはね、単独イベント、単独ですけど、もう一人レッスンプロの人がいます。あ、レッスンプロがいるのね。じゃあそのレッスンプロの人と、まあ小暮のクラフトの、はい、まああのトークショーがあり、まあ、特徴っていうほどのあれじゃないんだけど、相談というかね、を、要は公の場で設けるっていう最初の機会ってことね。うん、っていうことだから、今年の2月15日土曜日、7時から9時、場所がレッツゴルフ銀座っていうところだね。ちょっとなんかあれですかね、詳しい内容とかっていうか、皆さんそれ見てもらったじゃないですか。うん、これあの貼っとくよ、あれ概要欄に貼っとくから、はい、あの興味ある人はっていうことでいいよね、うん、なんか見て、宮下さん的には何かちょっと内容知りたいとかってありますか。例えばどこまで撮っていいとかさ。え、撮っていいって、なんか例えばムービーの撮影とか。いや、ムービーなんか全部撮ってもらえばいい。そう、そりゃそうだよ。いや、トークの時は撮らないで、クラフトの時は撮っていいですよとか。ああ、そういうこと、まあまあそうだね、まあお前だけじゃないから、そのレッスンプロの人もいるからね、やっぱその教えてるところは見せたくないってかもしれないから。だから僕のクラフトに関しては、あの、いや、やり方とか巻き数分かっても、入れ方とねじりとかがあるわけじゃないですか。こう握った時の感触なわけだし、うん、まあそれはもうお前に任せる。あ、そうですか。うん、ちょっと今考え中ですよ。だから要望じゃないですけど、うん、要望というか、要はグリップを、あの、負ける機会が今回初めて設けますってことで。前なんかその他のでやったことありますけどね、何人かは。でも本当何人か、ゴルフネット TV でね、まあ、あれはまたちょっと違うあれだからね。で、今回はだからその単独なわけだから、この機会に遊びに来てくださいってことでいいじゃないの。そんな気軽な感じでね、それで、はい、まあ、フルセット交換とかそういうのはできないけど、そうまあね、あのドライバー1本ぐらいは、そうやろうか、やりたいな、まあ、金額決めてね、うんうん、あと何でしたっけ、なんかいろんな人のグリップを持っていこうかな。例えば誰々のグリップはこんな感じですとか。まあそれはいいんじゃないの、うん、俺のグリップも持ってっとけ。いやいや、あ、特別出演来ます？行かねえ。そんな暇じゃねえんだよ俺。なんで？そんな暇じゃないんだよ。暇でしょ。お前に付き合うほど暇じゃないんだよ俺は。銀座だからさ、いいじゃん。いやいや、いい。っていうことで、まあ、あの、こういう機会もう本当ないからね。いや、だから一回とりあえず、うん、とりあえずって言い方じゃないな。あの、やってみたいなと思ってたんで、うん、やりたい、やります。うん、だから、ぜひ興味ある人は、あの、足を運んでくださいってことでいいよね。で、これが好評だったらまた第2弾、第3弾とね、あの、やれるわけだから、これは面白いと思うよ。あ、そうですか。うん、やっぱジョンボさんのね、グリップだ、プロのグリップだ入れてる人間が
には入れてもらいたいとは思う人が多いだろうしね、うんうん、だからまあ、あのどうします、教祖宮下氏のグリップがどんな入れ方ですか、見ましょうか。グリップテープねえじゃんノーテープじゃんお前いきなりノーテープでやってくださいって言われたらできねえだろ、ここの環境じゃないと。あれはさすがにちゃんとした固定されてしっかりしてないと押せないから。それはそうだよノーテープやってくださいって言われちゃうから、それはね、ちょっとあの無理ですって言っといた方がいい。ノーテープはね、このぐらいのこう万力があって、うん、だから設備準備しないとな。まああとそれと、まあ話するだけで、また違うクラフトに興味ある人だったらね、あの前の話聞きたいって人もいるだろうし、普段ここで言わないやつね、うん、ということで、単独イベントじゃないけど、まあイベントやりますってことだよね、うん、ちょっとよろしくお願いします、うん